Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, testify the potion. Love it is the potion.生しらす丼ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったですね。もち旨来た際はね、ぜひね食べた方がいいです。これはでも1月末ぐらいから禁漁になっちゃうんで、3月ぐらいまでちょっとね食べれない時期があるんですけど、ほぼ食べれるんでね、もち旨港来たらぜひ生しらす丼食べてくださいということで、今からですねちょっと散策をしながら歩いてみたいと思います。はい、ここ今後ろね、港横丁っていうところでございます。もち旨ね頑張ってますね。中がすごいおしゃれな感じのカフェだったりケーキ屋さんだったり入ってます。いいね、こんな感じでいろんなおしゃれなカフェとかレストランが入ってるみたいな感じですね。なんかママはでも買って帰れそうなものはないね。ちょっとママはね生もの食べれないから、これがクラフトビールか。やってない、あ、クラフトビール、あ、結構伊勢カードペールエール、いいね。トイレだ、こっちがトイレもおしゃれ、こんな感じです。あ、気になっちゃってますね、ママベーグルを持ちながら焼肉を、焼肉専門ですからね。超レア炙りレバー、一番乗り気じゃん。こんなおしゃれな今ベーグル持ってるの、ベーグル、そう似合わなかった。あ、渡れます、渡れました。旅する勝間岳到着、海賊船の公園です。風がなくてね、めっちゃいい、いつも風強いから最高だね。子供たちは大喜びでもうダッシュで行っちゃってます。おー、すげーすげーすげー、すごい。いいね、ポカポカだし、いいね、最高だよね、最高マジで。ごめんよ、せーちゃん、ごめん。うわー、景色もいいわ。あーやん、これすごい。もう多分いい、めっちゃ綺麗、海。あれ伊豆かな、あっちが、あれ伊豆半島かな、伊豆半島だね多分ね。あ、富士山もこっから見える。あ、本当だ、見えた。あ、本当だ。あ、今日全然人いない、平日だからか。そうなの、海賊船がある。歩いて行かずにそれで戻ってきてるけど、あなた。おー、早い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 、スイちゃん早い。確かにこれは本当にお風呂入らない方が良かったね。そう、こんな状態よ。はいよ、いけ、よし、いけ、いける。あーはいや、いいね、なり、いける、いける、頑張れ。あーノーウェイ。松山家、ゴキブリで盛り上がってます。カナダにあんまいないみたいで、どう全然、どうゴキブリ、すごい。すごいとか言って、触りたい。触ってもいいよ、触ってみな。本当にゴキブリだ。ハトが食べんじゃない、ゴキブリ。動きがそんなに早いかも、うん、ちょっと早くなった。そうだね。外だからいいけど、あれ家の中に来たらやっぱ。はい、じゃあ2時間かな、もうちょっとかな。今遊んでこれからですね、RV パークの方に戻ってジェラートをね、食べに行きたいと思います。今、ヤッホーするからね。すごい仲いいの。
すごい仲良くなってる。よかった。本当に。はい、今ね RV パークに戻ってまいりました。これからですね歩いてねちょっとのところにすっごいおしゃれなねジェラート屋さんがあるので、そこでねジェラートを産地のおやつで食べたいと思います。到着いたしました、ラパレットさんです。僕たちにしてはおしゃれすぎる。入りましょう、はい。これここ、しらすヨーグルト食べれる。しらすヨーグルトやばい、そうやばい、ほうじ茶、せん茶、これそう、アイスが回ってんの。見て、すごいおしゃれ。キウイでフルーティー、キウイと、紫芋とチョコでお願いします。はい、決めるのにもちょっと時間がある。止まるんだ、取るときは止まるんだ、さすがに。そうだよね、こう、あーとかなっちゃうよね。あ、そういうことだね。足元にスイッチがあって移動できる。今、ラパレットさんの屋上、すごいいい景色、こんな感じ、すごいいいですよ。これはカウンター席あったり、テーブル席あったり、あったかいしね。ナチカタチョコ、ナチカチョコね、オッケー、買ったよチョコ。水もチョコ、みんなで食べよう、みんなで分けて。ゼは違うんだよ。ゼは何したの？ティーなんだっけ、ティーウーロン茶。あ、ウーロン茶、うん、あ、紅茶か。食べてみる。結構な高級よ、これ。高級よ、いろんな季節限定。めちゃくちゃ美味しい。梅美味しかった。うん、よいしょ、あ、いてて、まあ、高いとこ行っちゃった。高いとこ行っちゃった。背伸びしすぎちゃった。うん、チョコもうまい。くる、芋。紫芋食べたい。うん、あーこ。で、250円のコーヒー。250円。安い。うん、紫芋美味しいじゃん。美味しい。うん、一緒に食べようじゃん。美味しいなり。何美味しい？何色美味しかった？黒？紫？紫も美味しかった。みつは？みつは何が好きだった？チョコ。チョコ。と。キウイ。キウイ美味しかった。チョコとキウイ。パパ芋かな？はい、ごちそうさまでございました。最高のね、おやつを食べました。今からですね、温泉、あとはブリ割りね、WCB 歩いて行きたいと思います。最高だね、最高、くん最高、やばい。いや、いい一日これ、うん。僕だったらこんなゆっくりできなかったけど、やっぱり一緒にね。え、これだいぶ早いなと思ってるけど。これ早い。こんな行くとこいっぱいあるんだ。もうそう、めちゃくちゃ、もっとバンバン行っちゃうから。すごいゆっくりできて、いいですね、このコラボの旅は。最高、ね、最高。最高。うん。あとで行きたいと思います。こちらこそ。よけるってばよ、走るってばよ。お尻だってばよ。なんだい？来た、大人まで来た。旅する勝間岳。はい、準備整いましたので、今からですね、持ち宗港の港温泉、名前やってるか分かんないけどに歩いていきたいと思います。150m ぐらいかな。ん、みんな行ける、温泉行く人。はい、元気。ちょ、それはうるさすぎるね、それやめて。ダメダメダメ、ここに泊まれなくなっちゃう。わかった？あ、いいですね、なるちゃんいいですね。そう、それぐらいです。お願いします、行きましょう。はい、オーケー。かわいいじゃないですか、あなた。社長、ありがとうございます。お世話になります。今回もお世話になってます、最高です。いえいえ、いつもすみません。松山家も喜んでくれて、どうもこれおります。めちゃくちゃいいお仕事。すいません、お心遣い頂戴して。いたします。すいません。ありがとうございます。もうなんか至れり尽くせりです。すいません。ありがとうございます。到着しました。港温泉。だけどここにもブリュアリーがあるね。ウエストコースブリューイング。大好きなブリュアリーさんです。後で来ますから。
後で飲みますから到着です。行こう。そう。はい、ここに WCB のねタンクが見えるという。クラフトビール好きにはたまらないですね。めちゃくちゃ気持ちよかったですよ、お風呂。よかったね。うん、最高だったお風呂。うん、ね、最高でした。今からですね、これから大人のねお楽しみのやっとクラフトビール、うん、WCB ウエストコーストブリューイングさんに行ってね。ああいいな。タップで。何ガムガム食べてる。タップで飲みたいと思います。ほんとね、ここがもうブリュワリーです。最高。ほら、やっぱりいけるよね。いい。気をつけてね、あんた。こんにちは。失礼します。こんにちは。残念ながら今日はタップが飲めないと。しょうがないです。またの楽しみにしまして、缶を買ってね、帰りたいと思います。フルホップケミスト19が出たてです、今日。最高。パパ見て、ロボット飲みます。作業になってる、今日は。だからここで本当は飲めないんだけど、タップ飲めたらね、最高だったね。残念。またの楽しみでございます。旅する勝又家。ちょっとタップ飲めなくてすごい残念だったんだけど、今日入れたてのフルホップケミスト、フルホップアルケミストが飲める19番。最高です。もうじゃあ、業界ではそれは有名なんだ。これはフルホップアルケミストは有名だね。オーナーアメリカ人です。カナダ人じゃなかった。アメリカ人だった。そうだったんだ。隣町。そうだよね。下だもんね。じゃあ最後の夜だね、今日ね。そうだね。そうだ、寂しいね。寂しいね。寂しいやん。ラストない。聞きたくない。全力で楽しむ。はい、乾杯。乾杯。いただきます。ヘイジー。あ、お水ね。はいよ。うん。うまい。すごい。渋みもあるし、甘みもバランスすごくいい。いい。めちゃくちゃ美味しい。この苦味好きかも。好き？うん、ちょっと今日はね、じゅんさんで、居酒屋じゅんさんで、隣ね、昨日行ったところ。で、テイクアウトしてね、こっちで食べようと思ったんですけど、なんと休業ということで、もっとイージーに行こうということで、一番楽なやつに行きたいと思って、ピザをね、今これからデリバリーしようと、女子たちが奮闘中でございます。よろしくお願いいたします。女子。僕たちに食べさせてください。美味しいやつ。ピザ、あ、ピザカリフォルニアっていう、そういうやつ。そう、ご当地のやつ。そうローカルなんだ。どこで調べたの？あの、Google で。嬉しい、すごい。違うやつ食べれるの嬉しい。そう、ピザ到着です。ジャパニーズピッツァ、まさくん。ジャパニーズピッツァ、初ピッツァ。めっちゃ、なん日本のピザはうまいよ。日本のピザやばい。もうやりすぎ。やりすぎだよね。やりすぎないティッシュ、あ、ある、大丈夫。ピザ食べよう、みんなで。やばい。で、僕たちは3本目のサワー。もう3本目いっちゃったの？3本目です。2人でね。そう、ダブル IPA 9.5% の桃のサワーです。ピザは、あ、桃のやつ買った。そう、桃のやつ買った。あ、飲みたい。飲みたい、飲もう。でも久々だよ、日本人のさ、人たちとこの感覚って。海外にいないとさ、なんないじゃん。なんない、なんない、その、ね、友達みたいな。やっぱり敬語が多くなったりとか。あ、そうだね。あ、そっかそっか。留学生の時はもっと下も年上も関係なく、そうだね、関係ないもんだし、下の名前とかで、あーとか言ってたりするけど。楽だよね。そう、でもなんか日本はに住んでると年下にも年上にもずっと敬語のが楽、うん、そう。あー、なるほどね。僕は、うん、開いてくれないもんね。なかなか開いてくれないよ。うん、わかる。聞かれる、うん、敬語とかガツガツっていくと、うん、やっぱ年上に敬語、タメ口だったらダメ。僕は全然大丈夫。大丈夫だね。僕はね、うん、でもダメな人もやっぱいる、うん、けど僕が使うのは気使うでしょ、うん、そう、僕は基本的にもうめんどくさいから敬語にしか、ね、年下も年上も大体敬語にしとこうって思う、ね、ないっていう感じだから。みんなやっぱ最初はで、いいよいいよって言われたら、あ、そう、なんとなくなるけど、でも日本人いいよいいよって言っても本当にいいよじゃないやつだから。ほんまそう。ほんまそう。それがもう最近全く分かんなくてさ。もう分かる。そう、いや絶対やめようって。性格悪いやつだから、シンプルに。本当そうね。こんな難しかったっけって思っちゃうんだよ。なんかここすげえ楽なんやな。ここはもうだって海外経験者だし、海外行きたい、そう、予備軍だから。それ見て、それ見て分かった。あと
こうちゃんがメッセージで、うん、俺が遅れるかなんかですいません適当でみたいな話を送ったら、うんうんうん、いや僕外国人と同じなんで、ね、感覚よく外人と同じ感覚でいいよみたいな、うん、って言ってくれたから、うん、最初どういう思いで言ったのかなって、だから時差あったもんね、うん、と思ったけど、そういうことなんだなって、うん、はい、ということでまさくん、閉めます、僕、僕の方は閉めないチャンネルでしょ、閉めない閉まりない閉まりない、それがいいんだよ、それがいいんだよ、それがいいんだよ、僕、ちょっと、僕、ちょっと緩くないから緩いんだけどね、緩い緩いんだけどね、ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。楽しかったですね、まさくん。改めまだ明日午前中ぐらいもあるからね、終わらないからね、またそしてこれからも絡む時が多々ありたい。僕もカナダ行きたいし、ね、また1年間ぐらいはいる予定らしいので、まさくんが日本を旅だからそうで、また子供も生まれるし、子供が生まれて一緒にカナダ帰ろ、あ、いいね、一緒にカナダ帰るっていう、すごい、そしたらもういいか、新しい出会いをさせていただきました。本当に感謝いたします。食べたい。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。みんなありがとうございました。みゆちゃんありがとう。バイバーイ。Thank you。あっちで一人うんこしてる人がいますので。リアル。じゃあね、バイバーイ。Thanks so much。でもマジで本当に作りたいね。で今回行ったのがハテルマ行った時ね。女の子欲しいねみたいになって。じゃあハテルマベビー作っちゃうかみたいな、ハテコかなみたいなことやるじゃん、だからこれ多分ハテルマベビーなんで、そうわかんないけど、あ、それだったねみたいなこと言ったらできちゃったという。